警備犬とは、日本の警察や自衛隊において、警備、捜索活動や災害現場で被災者の救助などを行えるように訓練された犬である。犯人の追跡などを行う警察犬とは別に設置されており、爆発物の捜索やテロリストの制圧、災害救助などの警備任務を目的として運用されている。警察犬は、全国の都道府県警察に設置されているが、 警備犬とハンドラーで編成された警備犬部隊は警視庁と千葉県警察のみに配備されている。警視庁では警備犬部隊は警備部警備第2課警備装備第3係に所属している。千葉県警察では警備部成田国際空港警備隊警備室警備第2課に所属している。上記のように警備犬は犯人の制圧や 爆発物捜索権として爆発物の捜索を行う。また、災害救助権として被災者の捜索を実施するなど、ハーネスや鈴を付け替えることにより、一等で複数の任務を行うことが可能である。警視庁の警備犬部隊は、新潟県中越地震や四川大地震などの国内、海外で発生した災害に救助犬として派遣されている。中越地震では警備 デスター号が投入された。千葉県警察の警備犬部隊は、成田国際空港において不審物発見の通報の受け爆発物の捜索を行うことを主要な任務としている。航空自衛隊の警備犬の訓練航空自衛隊では1961年に導入され、当初は保証犬と呼称していたが、2013年10月1日に警備犬へ解消された。 海上自衛隊では軍用券を警備券と呼称している。自衛隊の災害派遣時においては生存者の捜索など災害救助券としても活動する。警備券を運搬するために警備券輸送車も配備されている。ありがとうございます。